衝撃ヤンキーバラードバンベイクルー。てっぺん取れます。東京八王子、弁護士や獣医を目指す学生が結成した6人組、常にてっぺん日本一を狙うリードボーカルヤーさんの甘いボイスが特徴。ハム力挑戦は3回目。過去2回の大会は優勝候補と目されながら敗退。特に前大会は高得点を叩き出しながら新勢力が次々と現れ、決勝進出を逃した。てっぺんを取る夢は消え、6人はハムレプのステージを去った。しかし今回の地区予選、彼らは帰ってきた。もう精一杯やるだけしかないですね。決戦4年、2度の敗北を味わった6人のリベンジ。ヤンキーバラード最後の挑戦。ちょっと手が届かないんでね。そうですね、はい、今回こそは、今回こそは、うん、はい、かっちゃんリーダーだったっけ。そうですね、リーダーをやらせていただいてます。かっちゃんね、僕ね、うん、2、3回夢に出てきたんですよ。うせえ。なんかインパクトあるよね、かっちゃんと、うん、また今度出てきてね。前回もヤーさん彼女来てたけど、はい、今回来てんだ。今回もそうね、いつも来てんだ。紫、あら、あ、いた。この間の彼女と違うね。違う、違うの。気づきました。一生懸命練習してました。すごい頑張ってました。頑張ってました。さあ今80ポイントですけども、ヤーさんどうですか、自信の方は。いや、もう超えるしかないですね、圧倒的に。圧倒的に。ここ前回92点ですもんね。そうですね。ああ、エントリー曲はなんと昭和54年オーギャンフィーフィー、ラブイズオーバー。異色のボーカリストヤーさんの甘い声はてっぺんに届くのか。3度目の挑戦、ヤンキーバラードバンビークルー。ラブイズオーバー、感がね、あるよね。では審査員の先生方、採点をよろしくお願いします。暫定1位80点、大阪デコ、ヤーさん率いるバンビークルーの得点は。さあ、バンビークルー何点でしょうか。すごい、すごい、すごいね、これはすごい。いやー、すごい、うまかった、やっぱり。本当に柔らかい、いいお声なさってんのね、やっちゃん。ありがとうございます。前回より全然いい。おお、ありがとうございます。おお、全然いい。ね、素晴らしい。さあ、じゃあ矢沢の彼女にもちょっと聞いてみるか、どうやったかね。
感動しました。感動しました。感動した。うん、このままてっぺんまで行くんで、最後まで見守ってください。はい、てっぺん取ってください。あらららら。何もこんなことね。二人きりでな。